こんにちは、アトリエナナです。こんにちは、スタッフ五島です。関口です。かわいいでしょう。かわいい。何この豪華なセットは。ちょっとハウスに鳥かごが入荷したので、はい、豪華な、なんだろう、輸入苗の札落ちの子もいるんだけど、ちょっと豪華セットを組んでみました。これで植えたらかわいいね。絶対かわいい断言してる。断言できちゃうね、これ。ゴッシーの好きな色の子とか合わせちゃった、うん、ああ、はい、すごいすごいかわいい。鳥かごがシルバーと茶色、うん、焦げ茶の2種類あるんだけど、はい、それぞれ多肉入れて、はい、もう一個一個合わせました。あーすごい。じゃあもう一つ一つセレクトしてるわけですね。はい、時間をかけやりました。 ありがとうございます。じゃあまず、はい、色別に茶色とシルバーで5個ずつセットがあります、はい、で必ずこの大きい子、うん、はい、ここに入ってる子が札落ちになっちゃうんだけど可愛い子、大きい子メインの子と、うん、あと中くらいの2つ、はい、この3セットとあと輸入苗を、はい、これは札ついてる子が多いかな、はい、この輸入苗が必ず2つと、はい、この子もね名前ついてんだけどね、はい、このミニ苗、どっか隙間目になるようにミニ苗が1つ入ってます。はい、あとこのネックレス系ハートカズラと、はい、エンジェルティアーズのどちらか1個が入っているセットです。なるほど。あとね、鳥かごにはね、うん、必要なこれよ。あー、ココヤシシート。はい、ココヤシシートが入ってるので、あ、これ結構硬いから使う前に、うん、結構力づくでほぐしてほしいです、うんうん、ほぐすとね、なんか自然な感じに仕上がるよね。結構ね、ボリューム出るんだよね。うんうんうん。これをこのカゴの底に引き詰めて、うん、なるほど。そう、これだけ多分土ついてれば十分足りると思うので、はい、すぐ寄せ植えができるという素晴らしいセットでございます。素晴らしいセットですね。はい。じゃあ1番からいっちゃうよ。はい、1番からお願いします。はい、じゃあまず1番の子、はい、この子アガボイです。はい、 SP か、はい、これとクリームキャンディー、ちょっと淡い系でね揃えたの。かわいい。でこのバターボールがさ、うん、たくさんいるからきっとちょっとね、この3つを寄せても隙間ができちゃうかなっていうのを考えて、うんうん、群生になってんだけど、うん、1個ずつ外して入れてもいいかなっていう感じで作ったセットでございます。なるほど。そう、この淡い感じがさ、全部くっつくと可愛いんだよ。可愛いね、これは。もし隙間ができちゃっても、うん、なんかちょっとお家にある乙女心とかこの辺入れてもらっても可愛い。いいね、合いそうだね、うん、でこれがまず1番。はい、1番。はい、2番。はい、2番。2番もね、バターボールつけちゃった。これどこに入っても可愛いと思う。そう、可愛いの、うん、この子はね、ちょっと大きい子が2つついてる。お買い得ですね。そうなの。で、ちょっとやっぱ淡いから、ちょっとシックな感じにもちょっと入れて、うんうん、いいね、で、このクリスタルがさ、うん、入っても絶対可愛いなって、こんな感じよ。で、ここに、ここのヤシシート入れてもらったら、このね、うん、ネックレス最初に入れてもらって垂らせば絶対可愛い。可愛いね。そうで、これが2番、うん、なんか主役がいっぱいいるって感じ。そう、みんな主役って感じ。みんな可愛いで、3番。はい、3番。これはね、ハートカズラじゃなくてちょっと明るくなる感じのエンジェルティアーズ合わせてみました。うんうん、ちょっとネックレスの色違うだけでも雰囲気違うよね。そうだね。うん、この子もほら、これお粉系の子。あー、え、これ小株が2つ、そう、3つついてるか。すごい。ここのメインの子、爪が可愛い子と、うん、これちょっとね、お粉多めにしたピンクのお粉。あー、お上品ですね。これちょっとこのさ、爪先がちょっと赤ピンクの可愛い感じの子。うん、かわいい。おっちり系。うん。ね、この輸入苗は、うん、淡いからやっぱちょっとポイント的に赤がついてるネオンエッグ。うん、かわいいね、ネオンエッグね。かわいいよね、コロンとしてるしさ。うん、あとこのオンセラーと、うん、
クリームキャンディクリームキャンディ可愛いからちょいちょい入ってる。いいね、うんうんうん、寄せ植えに似合うね。そうなんだよね。で、これが3番のセットです。はい。4番。はい、4番。4番、この子も好きなんだよね。これ、わりかし全体的に明るくなる感じだね。うんうんうん。この子誰だろうね。ちょっと札落ちだから名前がはっきりしないけど、このむっちりお粉の子も可愛いでしょ。可愛い。輸入苗はね、はい、ちょっとなんかなんだろう、爪のタイプとか違うかなっていう、うん、テキセンシスロセア、ロセア、この子と、うん、カイドウ、あ、カイドウも似合うね。そうそう、色が割かし、うん、この辺とか合わせてもらってもいいかなって感じ。うんうんうん。で、あとオンスローも入ってます。はい、この3つでも可愛いね。あ、本当だ。よし、これもエンジェルティアーズの4番。はい、4番。で、5番。はい、5番。この子ちょっとね、蛍光ピンクが多い感じなの、爪に。おお、本当だ。ピンクですね。そう、でもちょっと刃先にオレンジのグラデーション入ってる気もするなと思って、うん、ちょっとオレンジ寄りの緑の子。いいですね。そう、あとむっちり系、ここにちょっと赤欲しいなと思って、こんな感じ。あー、いいね。赤入るとまたいいね。そうで、赤ばっかだなってところにこのよいしょ、アガボイデス入れてくれれば。あー、あ、すごい。そう、かわいいかなと思って。完成してる。こんな感じで、これが5番です。はい、5番ですね。次が茶色いセットかな。はいはい、じゃあ後半6番からお願いします。次は茶色いカゴの子。はい、5セットいきます。はい、この子わりかし茶色いからシックな感じ、ちょっと暗い系の色入れてもいいかなと思って、シックちょっと多めです。うんうん。まずこの子がエンジェルティアーズと、はい、ちょっとこのなんだろう、淡いんだけど、うん、紅葉の仕方がシックな感じが似合うなと思ってこの子入れてみました、うんうん、でちょっとあんまり暗くなっちゃってもなと思い、ピンクのちょっとこれこの子かっこいい系なんだけど、うんうんうん、こっちは明るめの黄色い子入れてみました。いいね、なんか色のバランスが。あ、本当？うん。でこのファンタジーローズ、あー、これと、うん、これが輸入の TM、はい、このね深い赤がまた合うんだよ、ほら。あ、鳥かごも茶色に合うんだよね。茶色に合うね。そうそうそう、うんうん、こんな感じで入れてもらってもいいし、うん、でこのファンタジーローズの赤もわりかし深めの赤だから、こういう隙間に入ってても可愛いかなと思ってつけてみました、うんうん、茶色に似合う。可愛いでしょ。これでエンジェルティアーズが入るんだよ。あー、そこはちょっと明るくていいね、また ね。で、これが6番のセットです。はい、6番。次、7番。はい、7番。この子やっぱちょっとシックよりかは明るい苗が好きって方もきっといると思うから、ちょっと明るめの子入れてみました。なるほど。エンジェルティアーズと、はい、このまた札落ちの大きい子。大きい。うん。ちょっとさ、うん、茶色ベージュっぽい感じ入ってるから、うん、全体的に暗くはないんだよね、うんうんうん、でこのブルーがかってるお粉の青い子、うん、お上品ね。え、品があるよね、うん、ここにやっぱちょっと明るさ欲しいなと思って黄色いオレンジ、うんうんうん、黄色い子入れてみました。はい。で輸入苗は、うん、カイドウとマジックコンパス。あら、かわいい。ちょっと面白い感じにしてみたの。うんうん。で、これアガボイですかな。これ黄色だからちょっと並べてもいいよね。うんうんうん、グラデーションっぽくね。ここにこう入れてもらってもいいし。いいですね。ね、絶対かわいい。うん、茶色に赤ってすごい可愛いね。そうなんだよ。でもこういうオレンジとか黄色でも合うんだよね。よし、じゃあこれが7番のセットです。はい、7番。はい、次8番。はい、8番これもさ、すごい可愛いでしょ、うん、この子可愛い推しですね、この子。でもこっちはちょっと爪先が
なんだろう、全体的に緑も強いからかな、シックな感じのプリプリの子、うんうんうん、キレしてる。でこのここの深い赤とおこない、うん、かわいい、かわいい。でこのちょっと爪が目立つ子がいないから、このさっきの一緒の子デキセシンスロセアをつけてみましたよ、うんうん、でやっぱちょっと黄色欲しかったからこの子も入れちゃった、うんうんうん。でさっきもいたファンタジーローズ、うん、似合う。これさ形的にも絶対この辺入ったら可愛いよね。かわいい。ちょっとね、お爪の子ね、うん、こんな感じ、はい、このセットは8番ですね、はい、8番です。あと2つ、はい、次9番。9番、これ結構ね、わりかしシックめにしてみた、うん、おー、シックな感じですね。まず親株、親株じゃない、大株の子、うん、この子結構赤茶っぽい感じだったから、はいはい、鳥かごとめっちゃ色合うじゃんと思って、うん、こっちちょっと暗めにしたから手前は明るい系にしてみました。なるほど。でもこの子もさ、うん、白っぽいけど爪がちゃんと主張してんのね、うん、赤いね。こっち縁すごい茶色、茶色じゃない、赤くない、うん、赤いね。そうで、さらにこの輸入内 TM と、うん、カイドウ、うん、この赤が入ったらね、さらに絶対可愛くなるって。こんな感じよ、ほらほら、かわいい。でここちょっと明るさ欲しいなと思ったら、このオンスロー間にさ、ああ、ちょうどいいね。そうそう、中間的な色合いで。そうそう、ここでもいいし、うんうん、入れたらいいんじゃないかなっていうセレクトです。うん、いいですね、シックバージョン。そう、シックにしたから、こっちのネックレス系はハートカズラにしました。あ、似合う、うん、このいいよね、このワイヤーとさ、茎の色も合ってるもんね、うん、なるほどね、うん、でこれが9番。はい、9番です。で最後の10番、はい、10番。もしね、これ一番気に入ってる、あ、一番気に入ってるの10番来ました。気に入ってるよ。だってこのさ、うん、大株のまずオレンジ緑でも爪は赤いんだよ、うんうん、なんか全体的に色のバランスがいいかなって思った。うん、合ってるね、鉢とね。そうで、おこなでしょ、うん、でこの白い感じのまた爪の子、うん、でこのね、この TM が入るとすごい、 TM いい仕事するね、うん、いい仕事してくれてますよ本当に。これ入ったら絶対可愛いんだよな、うんうん、このセット、ね、かわいい。これはカイドウです。はい、こんな感じ。このさ、またエンジェルティアス、いい仕事するよ。いいね、この子は相性いいかもね。うん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 、こんな感じです。はい、これが10セット。はいはい、いいですね。もうさ、迷っちゃうね。迷っちゃうね、どれにしようかね。でもこれさ、ぶら下げることもできるし、うんうん、いいよね、かわいいよね。あ、みんな穴開いてます。あ、そう、穴をね、開けてくれました。はい、プロが。プロが。いや、こんな感じで鳥かごの販売セットのご紹介でした。はい、ご紹介でした。ぜひぜひ、ぜひ見てください。見てください。これはネット販売かな。ネット販売です。ネット販売の詳細は概要欄にまた載せておきますので、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、多肉が可愛いと思った方はグッドボタンを。はい。またね、新しい情報も欲しいなって方はぜひ。フォローかな。はい、フォローお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。